竜造寺氏は、日本の氏族。戦国時代に、非全国の東部の国人から、九州の北西部を支配する、戦国大名に成長した一族である。家門代わり十二日族出寺には、諸説があって定かにされていないが、藤原秀里八代孫の藤原末義が、二平年間に、非善佐賀軍を図頭う打ち、竜造寺村に入り、地名から、竜造寺姓を名乗ったのが始まり。 藤原道隆の流れを組むとされる草の規定の子孫と、する高木企業の次男、高木末也が、末吉の養子となり南二郎と称した。その子は、南三郎を称した龍蔵寺記役である。後に、数日に分かれたが、室町時代末期から、戦国時代にかけて本家である、村中龍蔵寺氏が、当主の若死になどが理由で衰えたため、 水毛工場によった水毛工流造寺氏が最も力を持った。着流は通時をおおむね家としている。非前佐賀軍の国人として古くは九州千葉市に仕えていたが、室町時代後期に千葉市に代わって非前守護として北九州に勢力を張った小西氏の悲観となった。協力三年、水毛工場主竜造寺家圏が立川手の戦いで、 巣王国の大内氏を破ってから小西からの自立が進み戦国大名としての道を歩み始めた。天文4年に小西を裏切り、大内義隆に通じて主君、小西元を自害させて大内氏庇護の元に独立した。しかし、馬場寄地を中心とする小西重臣たちの調略により一族の多くを殺害されて、 竜造寺氏の勢力は一時的に壊滅した。生き残った竜造寺家県は、筑後国の河町明生のもとに逃れ、関生の保護を受ける。河町氏の援助を受けて、家江県は、再起を図ると、天文15年、馬場より地下を打って、竜造寺氏を再興した。同年、93歳の高齢で、伊江県が死去し、早村の竜造寺隆信が後を継いだ。隆信も、 また一族の内紛で、肥前を追われて、畜後に逃げ、家賢と同じく、鎌ま明あの厚い保護を受ける。約2年にもわたる鎌ま氏の支援により、竜造寺高信は生き延びることができ、また再起できたのである。再起した高信の時代に、竜造寺氏は、肥前を制圧し、北九州に勢力を広げ、さらに、大友氏が、日向国の耳川の戦いで、 島津市に大敗すると、大友市の混乱に乗じて、大友市の勢力圏の筑後に進行するなど、短期間に戦国大名としての最盛期を築き、九州北東のオスである大友市を圧倒するに至る。九州中央部への進出のため筑後の領有を狙い、蒲内市の柳川城を攻めたが、攻め落とすことができず、その剣状ぶりに手を焼いた高信は、恩ある。 か地明生の着難で、娘婿でもある、か地鎮ちんさざなみを騙し討ちにし、さらにその一族を殺戮し、柳川を制圧した。か地氏に対する仕打ちは、田尻氏や黒木氏など地区後の国人たちの離反を招くこととなり、高信は彼らとの戦いに手を焼くことになる。そして、天正十二年には、沖田縄手の戦いで、島津氏に敗れ、高信も戦死した。 高信の死後、竜造寺聖火は、豊臣秀吉から、非全国七軍三十万九千九百二国を安堵されたが、主院上は竜造寺高房宛てとなっている。鍋島直重は、うち三万国余りを与えられ、聖火、高房に代わって、軍役を担当して事実上の非全東部の領主となっていった。慶長十二年、聖家の子、竜造寺高房が噴出すると聖家も、 その直後に病死して、龍造寺氏の本家は断絶し、鍋島氏が完全に龍造寺氏の医療を継承した。龍造寺本家の断絶後も、龍造寺氏の初家は後宅氏、諫早氏、竹尾鍋島氏、須古鍋島家などを名乗り、佐賀藩に重心として仕えた。龍造寺高草の子、白庵は龍造寺の祈祷寺である法輪院に入れられていたが、現属して、 竜造寺記名と名乗り、三大将軍、徳川家光に、鍋島藩領は竜造寺氏のものであると主張した。白安は、一族の竜造寺主前、江上正氏と共に幕府に、鍋島氏による乗っ取りを訴えるも却下された。この時鍋島氏の支配の正当性を主張したのは、竜造寺文家の多久安順であった。その後も再三にわたり、同様の訴えを起こすも認められず、 結果、竜造寺白安と江上正主は道の区国会図藩に、竜造寺主前は大和国郡山藩の栄の預かりとなり、おのおの子孫は藩主として仕えた。白安の墓所は、巡視した家臣の墓を従え、福島県藍津若松市の江徳寺に残る。一方、江上正主の家系は、養子の工場主、筆の第三種が継いだ。種、筆の着難。 主公の子孫から、母親戦争で伝州第一大隊として活躍した、秋月昇の助が出た。種、ね、質の第二子、正信は、白川藩の龍蔵寺主前の養子となり継承。後に、会津藩に出資し、原が正信と解消して、宝蔵院流高田派の祖となった。龍蔵寺生や龍蔵寺木ますます、竜蔵寺末勇龍蔵寺や、清志竜寺景気。 龍造人家地下竜造寺家主、龍造人家正龍造寺家ぜ、龍造人家春竜造寺安秀で造蔵寺家妃で、造蔵寺屋氏、竜蔵寺安家、内剣の父龍造寺種家、内剣の兄、安家の着難。家徳継承後に出奔したため、龍造寺家図では歴代に数えられていない龍造寺家は、内剣の兄、種屋の弟龍造寺種数内輪の子、 喜び闇にの父龍蔵寺種久、内輪の子、龍蔵寺陰影、種久の着男、龍蔵寺高信、内剣の彦、近江と、喜び闇にの子龍蔵寺聖火、高信の着男、龍蔵寺高久、聖火の着男、龍蔵寺白庵や龍蔵寺主善や龍蔵寺主善、第21代、龍蔵寺聖火の第三子。老いの龍蔵寺記名の龍蔵寺復権運動に、 同調するも裁判に敗れ、商法元年に、越後国村上藩本田氏の預かりとなる。その後本田氏の違法に従い、白川藩に移住した。龍蔵寺正信、工場主、室の次男、母は龍蔵寺主善の娘。祖父である白川藩氏、龍蔵寺主善の養子となり継承。本田氏の違法に従い、宇都宮、山和郡山に移住する。 宝蔵院流高田派の創術を学ぶが、教法七年本田氏の廃絶により、白川を離れ諸国を歴訪。原文元年に、藍津藩に出資。原田正信と改称し、藍津藩の宝蔵院流高田派の祖となった。完成五年に刊行された、俗近世紀人伝に、大和郡山藩士時代の逸話が記されている。なお幻想小説家、夢の旧作や、その父、 杉山茂丸は、龍蔵寺隆信の子孫である。龍蔵寺死刑不龍蔵寺屋、人との子。工場主、室野二男。白石鍋島屋、鍋島直弘の子。佐賀藩主、鍋島道重の四男。佐賀藩主、鍋島道重の六男。小木藩主、鍋島元部の三男。村田正式の子。白石鍋島屋、鍋島直久の子。 深堀鍋島屋、鍋島重時の子、佐賀藩主、鍋島成直の十四男。鍋島志その他、ハット AB 大田1936、P6551、AB 大田1936、ピアニッシモ6550から6551、大田1936、P6552、竜像寺高房宛て、 豊臣秀吉衆院状を写し佐賀県重要文化財龍造寺家文書の画像をパブリックドメインとして公開しました。佐賀県立図書館データベース2020年4月15日ありがとうございます。